はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。では今回はシビライゼーション5、侍の国日本、初心者実況レポ続けていきたいと思います。前回はですね、韓国、これが日本に対して領土的威圧をかけてきたので、裁きの鉄槌を下すということで戦争を仕掛けました。それによってですね、プサンをはじめいくつかの都市を韓国から割譲させることに成功しています。今回その続きですね、将来的には DLC ダウンロードコンテンツになっている秀吉の朝鮮出兵、これをプレイしたいので、今回もですね、引き続きスキルアップすべくプレイの方頑張っていきたいというふうに思います。ではまず今回はですね、時間を進めていく中で時代をね、さらに進めていければいいかなと思っています。今中世まで片足突っ込んだ状態ですね。この後ルネサンス、産業、そして現代というふうにね、続いていく中で、進められるところまで時間を進めていきたいと思います。時代を進めるにはね、時間を進めていくと同時に、このテクノロジーで、しっかりとその時代に合った研究を完了させる必要がありますのでね、そこも頑張っていきたいと思っています。では、時間を進めていきましょう。さて、では中国もね、新たに広州を作ったりしている中、シンガポール、そしてクイズイル、この辺りに影響を出せる、ここにですね、一つまた新たな都市を建設しましょう。第三の都市、それが東京です。早速、蛮族がいますので、この蛮族、蹴散らしておきましょう。さらに、カタパルト兵なんかもね、ちょっと移動させておいて攻撃を行える体制を取ります。戦士もこの東京の守りを固めていきましょう。蛮族が徘徊していると厄介極まりないですからね。ではこの東京の街で最初に作る、そうだな、建造物ですが、市場、市場でも建てておきましょうか。これで今5都市体制になりましたね。中心となるのはやっぱり京都、大阪、そしてこの東京という形にしていきたいので、ここはねしっかり東京という街を大きくしていければいいかなと思います。はい、さらに大著述家ルイス・キャロルが不思議の国のアリスを執筆してくれましたね。これはディズニーアニメにもなってますけど、これでまた観光力がアップしたっていう形です。京都の観光力見ておくとプラス6まで来てますね。だいぶ京都という国、都市が大きなものになってきているのかなっていうところはあります。これさらに大きくしてですね、周辺の国に対して圧倒的な影響力というものをね、行使できればいいかなと思っています。このまま時間進めていきましょう。我々がですね、ノートルダム大聖堂を建てました。日本なんで、果たしてこれが日本なのかというのはありますけどね。これ見てもらうとものすごくヨーロッパな、そんな雰囲気が漂ってますけど。これによって幸福度がプラス10、信仰力もプラス4になりますね。で今やっているのはというのはですね、見ていただくとなんか棒みたいな、ミミズみたいなのがビーって伸びてると思うんですけど、今道路を敷設してます。例えば東京から大阪、大阪から京都、ここまでをですね、道路で一度つなげてみようかなと思ってまして、この作業にね、従事今してもらってます。本当に今だからその道路建設を大事業として行っているっていう状況ですね。一方韓国の方なんですけども、韓国がですね、万里の長城を作ったことによって、本当にそれこそ一帯を全部ね、この万里の長城で固めたっていう、こういうすごい施設を先に作られてしまいました。なので我々もね、負けじと道路を引いてですね、そこで戦争になった場合には軍を速やかに移動できるようにということで、どん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 今本当に道路をね、建設しているという状況です。この先もね、道路はしっかり作っていって、
まあ道路は言ってみれば輸送するための道にまさになっていると思うんで、まあ、そこでねしっかり迅速に軍を動かせる体制を整えていきたいと思います。そしてですね、我々火薬、これの研究をいち早く行いました。これによってマスケット銃兵、まあ日本でいうところの火縄銃ですかね、それに相当する兵を生産できるようになりましたので、これの兵もちょっと生産して高めておきましょう。これがまさにルネッサンス時代突入の幕開けというね、まさに引き金と言っていいと思いますけども、さらに時代を進めていきましょう。で、傑作の作成、これを行うと、このティントレットっていう大芸術家、まあ偉人ですね、傑作スロットがある最も近くの都市に新たな傑作を誕生させる、まあ、つまりこの場合京都だと思うんですけども、京都に傑作ちょっと作ってもらいましょうか。最後の晩餐、あれ最後の晩餐ってティントレットなんですかね。これで我々のこの京都が芸術の中心地ということですかね。まあ、道路網もだいぶ整備されてきましたね。あとは韓国についても、まあ、ある意味ここに道路を作っておいて、まあ、いつでも進撃ができる状態っていうのをね、ちょっと考えておいてもいいかもしれないですね。さあ、いかにも日本らしい生産ができるようになりました。これで姫路城建設できるということであれば、この姫路城を建設しましょう。まあ、姫路城が選択されてるのもね、まあちょっとよくわからないというか、まあ、正しいものなのかというのはもちろんありますけど、まあお城で言えばね、姫路城以外にもいろいろ有名なお城ありますからね。はい。社会制度がですね、今一応解放が全部終わりました。ここまで頑張って進めてきた解放が終わったので、これでね、また次の社会制度を考えていければいいかなというふうに思います。で、社会制度完了したことによってボーナスで、好きな偉人を無償で獲得できるっていうのがあるんですね。これどれがいいのかな、ちょっと気になっているのが、まずこの第四学科、文化力と観光力を算出できますって書いてありますね。まあ、大著述家は何人か生まれてますよね、今まで。夏目漱石とか、あとこの大予言者もちょっと謎めいていて、大量の信仰力を生み出すっていうのがね、魅力的かなと思います。で、大将軍、これは城塞を建設することができる、駐留するユニットに非常に大きな防御ボーナスを付与できるというふうに書いてあるんで、これ隣接するタイルをね、地獄領にすることもできるというふうに記載があるので、これちょっとね楽しみかなというふうに思います。なので今回はこの大帝徳か大将軍かちょっと迷ったんですけども、せっかくなんで一回大将軍をね、生み出してみようかなと思います。大将軍カモーンということですね。 Oh, happy day.グナエウス・ポンペイウスっていうね、大将軍がここに生まれましたね。大将軍は軍の勝利により大将軍が誕生しましたぞ。まあ、今回はね、軍の勝利というよりか実際には社会制度のコンプリートになるんですけどね。これをじゃあ今実は韓国の周りに再び兵を集結させているので、大将軍にもね前線に向かってもらいましょう。しかもですね、道の整備がご覧のようにだいぶ進んでいて、すごく軍の移動、まあ軍に限らずなんですけど、人物の移動がかなりシームレスにスムーズになってます。さらにこの後大阪と全州をつなげてですね、全州から広州、さらに東京からシンガポールまで道つなげちゃおうかなと。さらにですね、左にはパナマもあるんで、このパナマまで道をつなげていこうかなというふうに思っています。どうでしょう、みんなが訪れたい都市ナンバーワン、これに
京都が1位ですね。まあ、オーストリアのウィーンもね、同じポイントで8ですけど、まあ、京都の方がやっぱり皆さん行きたいなっていう感じなんですかね。まあ、京都はまあ僕は昔大阪に勤務してた頃何回かね、まあ何回かというか、まあ実際には京都のお客様担当してたんで、京都にはしょっちゅう行ってましたけどね。もう最近は全然行けてないですけど。はい、ここでですね、科学の研究も終わってキャノン砲の作成が可能となりました。早速キャノン砲を作ってみたいなと思うんですけども、まずですね、道をだいぶ広げて作りまして、どうでしょう、これシンガポールまでももうあっという間にたどり着くし、今チューリッヒまでも道をつなぎようとしています。これによって大阪がですね、この日本の中心になって、人物金を動かす大拠点になっています。今回はねここまでさせていただきたいと思うんですけども、次回以降もですね、道をつなげてこの日本、侍の国日本をですね、近代国家に、そして最強の国に仕上げていきたいなというふうに思います。とにかく移動がめちゃくちゃ早くなりました。